開業の日ということではありますけど、予想以上にたくさんの方に来ていただけたという認識をしています。まだまだ私どもの取り組みがこれからというところもありますので、営業施策を含めた取り組みをこれから本格化させていく必要があるのかなと。経常損益計画としては175億円の赤字計画とせざるを得ない。この安全投資と修繕に関する計画を実行して、収支改善を図っていくということが当社の課題になってくるというふうに認識をしているところでございます。